ちょっとと片付けるか。入り口はここら辺らしいな。見てください。間違いない、死者の都だ。あの中の誰かの思いがここへの道を。待て、おいらから逃げられると思ってる？てめえマジでキングなのか。そう言ったろ。んじゃ、遠慮なくぶん殴る。んじゃ、行くぜ。それじゃあ始めようか。休みして。ドン、行け。オーバー。終わりだよ。そうやってよく君に小づかれたよね、昔はさ。その昔のお礼参りに俺たち、え、俺の前に現れたってね。オイラだってできるならこんな気持ちでバンと再会したくなかったよ。10年前王国転覆疑惑で王と追われ、行く当てをなくしたオイラは故郷へ戻った。でも戻って目にしたのは、見る影もなく無残に焼き尽くされた故郷。7つの大罪で君と一緒にいた頃は特別気にしてなかった。なぜ人間の君が不死身なのかなんて。まさか聖女を殺して飲んだ泉の力だったとは。なぜあの女のことを知ってる？君が殺した聖女。エレインはオイラの妹だ。最後に懺悔の一言があるのなら聞いてあげるよ。ほんと似てねえわ。あんたも聞いたよね、あの話。力の差は明らか。そういや、素性の知れない女騎士を見かけたという話を聞いたのだ。確かめてみよっか。準備はできてるな。軽くあしらってやろうぜ。なんか来たな。誰？はじめまして、聖騎士ギーラと申します。死んできました。今死んできたって言った？つかこの姉ちゃんやべえんじゃねえの？本気でやばい。ホーク、エリザベスを連れてできるだけ遠くに逃げるんだ。ガッテン乗れ、エリザベスちゃん。はい、どうかお二人ともご無事で。
それは無理でしょうね。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。この程度なるほど、これがあなた方の魔力。さあ、二人とももっと頑張って私を満足させてください。そう、噂にな、謎の少年と女騎士の噂。この村に悪いことが起きなければよいが。よっしゃ、確かめてやらん。見えてるんじゃねえのかよ。その声は本当にエレイン、オイラだよ、わかるだろう。バン、どうして来てくれたの。別に、一言言いに来ただけだっつな。いつか必ずお前を奪う。あり、オイラにはわからない。なぜ君から何もかも奪ったあの男を、バンを許せる。兄さん、彼はあなたが思うような人じゃないわ。これが伝説の騎士だ。所詮伝説とは幻想に過ぎないのでしょうか。おいおい、何の真似だキング。見ればわかるだろ、助けに来たのさ。助けにね。そりゃどう。どういたしまして。団長とディアンヌのためだもの。そうだね。あとは君を思う妹のためさ。あなたの裏切りは想定内ではありました。が、やはり残念です、グリズリーシン・キング。発言は想定外だね。オイラは花から王国聖騎士の仲間になったつもりはないよ。それじゃあ始めようか。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。もらった。気を抜くなよ。間違えたか。やっ、えい、バンドルビー。
きます。始めたよ。会えてよかった。バン。またな、エレイン。ありがとう、兄さん。バンを守ってくれて。エレイン！元の世界に戻ったようだな。よかったね、お兄ちゃんたち。会いたい人に会えて。思いを伝えられたんだね。この辺にバイロンって街がある。商人が多いから情報を集めるにはいいかもな。最近街に多くの騎士がわんさと押し寄せてな。ジャムスたまらずにしよって。最近街道の途中でモンスターの姿をよく見るんだ。そう、腕試しの相手を探しているってやつか。そんな暗い顔してんじゃない。まだな、間に合うかもしれない。あの辺りは食材やら資材やらいろいろと手に入るんだよ。なるほど。そういえば聞いてなかった。この子は団長とどんな関係なの？王国の王女様だ。聖騎士から王国を救うため俺らを必要としてんだよ。お、王女様？それを早く言ってよ。七つの大罪、グリズリー神のキングです。以後お見知りおきを。王女様とは知らず、死者の都での非礼お許しください。そんなこと。あの、それよりそんなに緊張しないで、もっと肩の力を抜いてください。は
はあ、そういうことなの。はあ、久々に肩凝った。よし、それじゃ出発するぞ。仲間、神器、聖騎士、欲しい情報はいくらでもある。噂が飛び交っていそうな場所の情報を集めるとするか。おい、キング、ちった役に立てよ。それを君に言われたくはないな。準備は冒険の基本だからね。商人が多いから情報を集めるにはいいかもな。最近町に多くの騎士がわんさと押し寄せてな。そんな暗い顔してんじゃないよ。そうしようって。よっしゃ、確かめてやら。なんでオイラが酒場のマスコットじゃダメなのさ。マスコットならもう俺がいるだろうが。はい。それじゃあ始めようか。それじゃあ始めようか。好きだらけだよ。はっ、行け。好きだらけだよ。はっ、行け。
この辺にバイロンって町がある。商人が多いから情報を集めるにはいいかもな。最近町に多くの騎士がわっさと押し寄せてな。都さん、すまないしって。この辺りじゃ見かけない奴らがいてさ、ありゃどう見てもただものじゃない感じだね。私は7つの開催をしに。しかしキングがこんなお子様だったのか。エマすんじゃねえぞキング。アン、誰に物を言ってるのさ。さあ、いつでもどうぞ。このツイーゴ様が相手をしてやろう。
バイロンって町がある。商人が多いから情報を集めるにはいいかもな。行商が登場に多くの騎士がワンサと押し寄せてな。宮古さん、すまんしめた。久しぶり。なかなか気になる噂だな。少しなら遊んであげるよ。やっはっ、この辺にバイロンって街がある。商人が多いから情報を集めるにはいいかもな。最近街に王国騎士がワンサと。今朝なんとうちの鶏が卵を産んだ。それにしてもキング様ってとても強いんですね。確かにオイラは強いけどね。でもあの聖騎士なら君たちが本来の力を発揮できれば倒せたはずだよ。3人とも神器はどうしたの？売っちゃった。取られちゃった。なくしちゃった。オリユノイ7つの大罪結成時にリオネス国王から賜った神器を。どっちにしろ、これからは神器探しも必要になるよ。